どうしたの？それでは。どちらまで行く？それでは。ミツカ、遅えよ。いつまでほったらかしにする気だ、これ。すみません、兄貴。こっちもなかなか一人になれなかったもんで。今どこにいんだ、お前？近江連合の本部施設です。先乗りしてきた幹部たちに食事の手配とかやらされてるとこで。出所祝いの前夜祭ってか。さっきからひっきりなしに出前が出入りしてんのが見えるよ。え、見えるって？兄貴、じゃあもしかして今？おう、呼ばれる手間省いてやったぜ。こっちも近江の本部に来てる。すぐ目の前だ。なんで来ちゃってるんすか？もう荒川の親さんも中にいるんだろ。いますよ。いますけど、もう少し待ってください。手が空いたら俺の方でこっそり会える場を手配しますから。そう言われてもう何時間待たされてると思ってんだ。だから俺の連絡を待ってから横浜出てくれって言ったじゃないですか。言ってたような気もするな。気もするって、俺はちゃんと言いましたよ。でも来ちまったもんはしょうがねえだろ。俺の気持ちも察しろ。とにかく一度そこは離れてください。本部の連中にも兄貴の顔を知ってるもんがいるかもしれません。やばいですって。全然やばくねえよ。近江の連中がうろちょろしてるようには見えねえ。さっきから見えんのは出前のあんちゃんたちだけだ。なんならそいつらに紛れりゃスルッと入り込めそうじゃねえか。冗談言わないでくださいよ。メツ、俺は親さんと早く会いてんだよ。カムロ町であの人に撃たれてから俺はずっとそればっか考えてたんだ。わかるだろ。もういい。おめえが止めても俺は行くぞ。待ってくださいよ、兄貴。親さんは本部のどの辺にいるんだ？いや、だからまだ教えねえつもりか。そうかそうか。じゃあ中にいる人間から無理やり聞き出すだけだな。喧嘩になっちまいますよ。おお、親さんが見つかるまで片っ端から全員ぶちのめしてやる。あ、兄貴。でもお前が教えてくれりゃ揉めねえように努力する。それ約束するぜ。親さんは本部の奥竜の間って部屋にいます。竜の間だな。一人でいんのか？いえ、客人と一緒です。三人ほど。分かった、ありがとな、ミツ。兄貴、マジでやるんすか？よし、親さんの居場所が分かった。強引に聞きやがって。じゃあ行くか。待ってくれ。行くのは俺一人でいい。大丈夫だな。あみんな、俺ここまで付き合ってくれただけでも感謝してんだ。今ここで抜けてもらって構わねえんだぜ。おいおい、今さら何言ってんだよ。そんな水臭いこと言われるとなんか悲しいな。その通りだ。俺ら観光で大阪まで来てるわけじゃねえぞ。いいもの持ってきたよ。岡持ちがあったから拝借してきた。まあ大阪は楽しませてもらったけど、俺だって観光に来たわけじゃないよ。これでスムーズに侵入できればいいですね。みんな
ありがとうよ。おれおれ、奥や奥、まっすぐ行って奥の駐車場に入れてくれ。それは控えすな。場所わかるか。わからん。おい、誰が案内したってや。ねえ、こっちやで。出前の人たち、足元を気ぃつけてな。ほんま、みんな腹すかしとるさかいな。出前を首長押して待っとったんやで。あと何台止めれんねん。あ、誰か確認せや。おい、酒井はまだかいな。酒井が来とるんちゃうか。親さんは奥にある竜の間ってとこだ。みんな怪しまれんなよ。その目つきが気に入らんね。秒で終わらせた。やってきたもん。私の番ですね。なめんなよ。今のはなんとかなったが、もっと騒ぎになったらおしまいだぜ。もう見つからないようにしてくれよ。分かってるって。次は気をつけるよ。強そう。後悔させちゃう。さーて、俺の番。
大したことないですね。やれやれ、今度もなんとかなったが、幸運は何度も続かねえ。もっと慎重に頼むぞ。なあ、次は絶対に見つからないようにするよ。開けてみるか。やったぜ。私の番ですね。さーて。ったな。おい、今そっちから妙な音がせんかったか。何の騒ぎや。こっちやない。あっちの方ででかい音がしたで。なあと。ネズミが混ざったんかもしれんだ。ほな、ぼさっとそらんで。他の暇そうな連中にも連絡して。妙な奴がおらんか隅々まで確認せんかい。へい。今ので完全に警戒されちまったみてえだな。この状態で見つかるのはやべえ。警戒態勢が解かれるまで一旦引こう。春日。そうだな。すまねえ。一旦引こう。この目つきが気に叩きましょう。さて、俺の番だ。よし、私が相手です。ふう、
今のはなんとかなったが、もっと騒ぎになったらおしまいだぜ。もう見つからないようにしてくれよ。分かってるって。次は気をつけるよ。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。おう、なんやお前ら。ああ、竜の間に行くとこなんすけど。竜の間やったらそこの階段上がったとこやけど、お前ら代行に呼ばれたんか。代行？荒川のおやっさんっすよね。ええ、そうなんすよ。代行が呼んだなら誰か案内のもんをよこすはずや。なんで案内のもんはついとらんのや。いや、どうなんすかね。今日は皆さんお忙しいようですし、俺ら直接入っていいって言われたんですけど。そんなわけあらへん。よそ者が勝手にうろついてええ場所とちゃうで。誰に代行の部屋に入ってええって言われたんや。どこの組のなんちゅうやつや。いや、誰だっけな。怪しい。おう、もじゃもじゃの。お前、名前は？俺は荒川組のもんです。名乗るほどの名前はありませんけど。余計なこと言わんで名前を言え。さっさと言え。春日です。春日一番。おい、アドリブしろよ。もう遅え。仕方ねえだろ。ふん、なんやめでたい名前やの。よく言われます。助かったってか。代行がカムロ町で売ったやつや。何しに来たんや。笑え。バレてんじゃんか。今ならこっちの方が人数が多い。やっちまうか。ああ、一気に行くぞ。やる気か。中東や、おもろいやんけ。やる気だけを十分に出して。私の番ですね。やめんか。なめんか。
す。さて、痛い目に合わせますよ。ふっ、覚悟しねえよ。よいしょ。ふっふっふっ、どれ、いっ、強くなっちゃったね。まあ、強くなっちまったか。おい、隠すんだ。よし、これでいい。行こうぜ。くせ者、出会え出会え、ちゅうとこか。おっと、まずいとこ見られちまったようだ。よう来たの。俺は退屈すぎて危うく死ぬとこやったんや。おかげでやっと出番ちゅうわけや。やるぞ春日、仲間を呼ばれる前にこいつらも片付けねえと。ふん、仲間を呼ぶか。それやったら安心せえ。俺らにはそないな、みっともない真似はできん。そいつはいいね、助かるよ。みんなあんたらみたいだといいんだけどな。この貫禄、幹部クラスかな。なかなか人を見る目あるやないか。おい一番、なんかこいつら普通と違うぞ。わかってる。さすがは近江連合の総本山って感じ。ようやくその実感がありますね。えお、眼帯のノリの良さげなあんた、なんや。昔東条会に固めの狂犬ってのがいたんだけどよ。ふん、まさかあんたじゃねえよな。さあどうなんかの。もしあんたがそうだとしたら、それがなんで近江の本部にいるんだろうな。聞きたいことがあるんやったら力ずくで聞いてみや。そないなこと言うて体なまっとるんとちゃうか、真島の兄弟。アホ抜かせ兄弟。何年この日を楽しみにしてきたと思うとんねん。久しぶりの喧嘩や。さっきから体がうずいてしゃあないわ。行くで、マジマゴロカキや。
くんない。だけでも厄介なのに、あのおっかなそうなのも来やがって。おい、みんな、二人で何してくるかわからねえ。やばかったら無理せず回復とか防御だぞ。俺の番か。なめんなよ。ねえ、まだ本気でやってん。私の番です。始末します。これで終わりです。なめんなよ。私が相手です。死ねえ。ほっ、覚悟しねえよ。よいしょ。ほっほっほっ、どれ。いっ、やばれ。ガーン。よし、行くぞ。誰がいいかな。やってみろ。勝てると思って。本気で、こいつに決めた。デリバイ、よろしく。
雑魚め。さて、記念遊んでくんないかね。やってみろ。これをどうぞ。サンキュー。また本気でやってんやん。痛い目に合わせますよ。勝てると思ってるよ。遊んでくんないか。勝つだよ。してみろ。私の番です。やめんな。とっておきだ。ガンガン行こうぜ。私が相手で活躍しちゃうよ。覚悟しねえよ。よいしょ。乗れ。出ると思ってるよ。まあ、行くで、兄弟。ああ、
上がりますね。成長を感じます。いやいや、思ったより楽しませてくれるやないか。こっちも楽しませてもらってるよ。化け物だぞこいつら。ただのネズミとはちゃうな。もうお互い遠慮はいらんちゅうわけや。今まで何か遠慮してくれてたっての？みんな聞いてたな。こっちもそろそろ本気出していくぞ。そこまでだ。喧嘩の続きは明日まで取っといてくれねえか、イジ。おい、もしかしてあいつが。ああ、荒川だ。おやっさん、イジ、こちらは東条会六代目堂島会長だ。東条会の六代目。六代目、あいつがうちにいた男で一番です。東条会荒川組、春日一番。堂島大吾だ。そちらは真島五郎、そして西島大河。なんや、やっぱり味方やったんか。大きにな、六代目。おかげでこの喧嘩不完全燃焼や。だから本番は明日だって言ったでしょう、真島のおじき。もう少し人の話を聞いていただかないと。どうした、二人とも。またやるつもりなのか。手出しはさせねえぞ、荒川。大丈夫だ。俺も一応打ったら死ねえよ。どうだかな。だったら俺らに信じさせてくれ。ああ、言葉を尽くさせてもらう。みんな入ってくれ、竜の間に。続きは今度やな、春日一番。
座ってくれ、イチ。よかったらそちらの皆さんも。それじゃ失礼します。会長はじめ真島も冴島もこちらのお三方は長いこと姿を隠していた。2年前のカムロ町参詣作戦以来ずっとな。今この部屋にいることを知ってるのも俺とお前たちだけだ。カムロ町の参詣作戦って若が始めた浄化作戦でしたよね。ああ、お前も知ってるだろうが、あれが成功した陰には東条会の内部情報があった。知事になった正人にこの情報を漏らしていたって噂は聞いてるだろう。情報を漏らしていたのはこの俺だ。六代目が何も言わねえとこ見ると何か裏があるんですよね。あるんでしょ六代目。おい、イジ。いいんだ、俺からきちんと話す。荒川の親分は東条会を裏切ったわけじゃない。東条会の内部情報を漏らしたのは俺の了解を取った上でだった。俺が頼んで荒川さんには欲深い非情な裏切り者を演じてもらったんだ。そしてそれが結果的にお前を銃で撃たせることにもなってしまった。荒川の親分を責めるんじゃない。説明はそれで終わりじゃないですよね。そこまで言ってくれたってことは全部話してもらえると思っていいんですね、六代目。ここまで押しかけてこられちゃもう逃げられないからな。いいですよね、荒川さん。来た甲斐があったな、一番よ。事の始まりは正人が青木亮として都知事にまでなった時だった。あいつはカムロ町参詣作戦で東条会を潰すための内部情報を荒川組によこすように言ってきた。もし断れば暴対法をどうにでも使って組が潰れるまで何度でも俺を逮捕させると脅しをかけてな。若が親さんにそんなこと。ああ、そして俺が困っていたところに沢城が提案してきた。正人の要求を飲むことで荒川組の存続に目こぼししてもらう取引をすべきとな。正人に従えば組を追い込むような真似まではしないはずだと。沢城は正人を俺よりも甘やかしちまうところがある。だが俺は即断しなかった。いや、できなかった。筋の通った話じゃねえからな。だから正人から頼まれた話をありのまま六代目のお耳に入れることにした。もし俺が正人の頼みを断ったとして正人はおそらく他の組に同じ脅しをかける。そしていずれは東条会の他の誰かが組織を裏切るはずだ。そいつを見過ごす気にはなれなかった。それにこちらの会長は正人とは世代も近い。若い人間の考えることは若い人間に相談するのが正しいんじゃねえかって考えたんだ。実の親子の縁ってのは抜きにしてな。六代目もじじい殺しやな。そのじじいの中にはお前も入っとるで、兄弟。もし東条会の情報を引き渡さなければ荒川さんは何らかの難癖をつけられて逮捕されてたろう。暴対法は解釈の仕方次第でヤクザをどうにでもできる法律だ。結局政治家や警察の一部官僚が都合のいいように暴対法を使って極道を好きに動かせるのが現状なら、今の極道のあり方には何の価値もない。いずれ大門を掲げることはむしろ連中の奴隷であることの証ってことになる。東条会の大門が奴隷の証。言い過ぎたか。
だが今の流れが行き着く先はそこだ。そして実際にそうやって刑務所に送られていた男がいたな。警察の嫌がらせに逆らった下っ端組員の使用者責任を問われて刑務所に行った男、それが近江連合若頭渡瀬勝。日本最大の極道組織を動かす事実上のトップだよ。明日出所し次第この近江連合本部へやってくる。その時を迎えるために今まで俺たちは姿を消してきた。渡瀬の出所を待ってたって、何をする気なんですかあんたらは。まさか渡瀬っての襲うとでも言うのか。そんなことをして何になる。はい、確かに。じゃあ何を。日本の二大極道組織近江連合と東条会を解散させる。その届けを出すと渡瀬に宣言してもらう。はあ、解散宣言。近江と東条会が。渡瀬も俺と同じ考えを持っている。無所の中で心変わりさえしてなきゃな。解散って、そんな真似されたら現役の極道が黙ってねえんじゃん。ああ、明日はここで何が起きるか誰にもはっきりした予想は立ちゃしねえ。だから一人でも多くの味方がいるんだよ。それも絶対に信用できる味方がな。店がそう言ってなかったか、一番。あ、なるほど、昨夜はそれでおやっさんと話ができたってわけですか。たくもう、俺が手回すの待ってくれりゃスムーズにいったのに。俺の性格は知ってんだろう。待たせたおめえが悪いんだ。真島さんや西島さんとやり合っちまうなんて、話聞いた時はもう生きた心地がしませんでしたよ。俺他に失礼はなかったでしょうね。うるせえな、余計なお世話だ。おめえには関係ねえだろ。とにかく今日はこれから渡瀬の頭が出所して本部に来ます。おやっさんも東条会のあの人たちもこの日のために長いこと耐え忍んできました。あとはもう手はず通りに動くだけなんで。手はず通りにか。これからやることがおやっさんの信じる正解だって言うんなら俺もそいつについてくさ。兄貴、今日これから起きることにおやっさんも命がけでやってきたんです。そして俺たちには今一人でも多くの味方が必要です。兄貴、本当に力を貸してもらえますか。まだそんなこと言ってんのか。もう俺の腹は決まってる。偉人町の仲間たちもやる気満々だ。どうせここまで来たんならしっかり祭りに参加するってな。そこまで乗り気で言ったわけじゃねえけど、一番が言うなら俺らも付き合うだけさ。じゃあ準備ができたらタクシーで本部にお越しください。俺が出迎えしますんで中にはすんなり入れます。それじゃあまた後ほど。おい、
それでは。私の番ですね。ほら来いよ。来いよ。くれ。くれ。上がってこいよ。本気でやって。取っておきな。おっさん、いって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 仕事中なんだが、どうやら最近腱鞘炎みたいで、数取り機を押すたび激痛が。おおいおい、無理すんなよ。そんなに痛いんなら休んだ方がいいんじゃねえのか。バイトを雇ったんだが、ドタキャンされてしまってね、休むわけにもいかないんだ。おおおおいおい、相当ヤバそうじゃねえか。あれだったら救急車呼ぶか。いや、数取り機さえ押さなければなんともないから、それは結構だ。しかし代わりのバイトもなかなか見つからないし、近頃の若者は交通量調査のような地味なアルバイトやりたがらないからな。交通量調査、なんだそれ。何、君は交通量調査を知らないのかね。聞いたこともねえな。調査っていうからには難しいのか。何、簡単さ。交通量調査はね、道行く人や横切る車を数える仕事なんだ。へえ。でどうやって数えるんだ。交差点の脇に座って、そこを通るものをこれでカウントするんだよ。どういうことだ。例えば車を数えるとするだろう。いったい。おい、大丈夫かよ。あ、なんとか。こんな感じで車が通ったらカチッとこれを一回押すんだよ。わかったかい。おう、要は何かが通ったらそれを押せばいいんだな。その通り、バッチリじゃないか。じゃあルールがわかったところで、早速交通量調査をやってみよう。おいおい、ルールは覚えたけどよ、まだやるなんて一言も言ってねえぞ。そんな、カウントしたくて仕方ないのに、痛みのせいでできない哀れな私の前でそんなことを言うのかい。頼むよ、生かしたパーマ君。痛みが増してきた。座りながらできるし、時給も高いよ。仕方ね。
やってみるか。本当かい？いやー助かるよ。君名前は？春日一番だ。春日くんか、いい名前だね。私は未知の調べ。この辺で30年間道路交通量調査をやってきたんだ。30年？そいつは相当なベテランだな。まあね、カウントさせたら右に出る者はいない。ミスター交通量調査と同僚たちから呼ばれているよ。おっさん、そんなにすげえのか。今となってはこんな手だけどね。でもよ、そんなに広い検証員になるってことは、交通量調査って実はかなり力がいるのか。いや、力がいる仕事ではないよ。ただこの辺は交通量が多くてね、せわしなくカチカチしなくちゃならないんだよ。でも春日君は見たところ、私より丈夫そうだから体の心配はいらないと思うよ。へえ。じゃあとにかくひたすらカウントすればいいってことか。ああそうさ、この数取り機をひたすら押す地道な作業が道路の計画や建設に役立つんだ。たまに座ってカチカチやってるやつらはそのための交通量調査員だったってわけだな。そうとも。あれは車の種類やどんな人が通ったかをカウントしているんだよ。調査員が集めたデータをいろんな企業や団体が利用して、町がどんどん発展していくんだ。へえ、初めて知ったぜ。では早速練習してもらおうと思うんだが、準備はいいかね？ああ、いつでもいいぜ。頼もしいね。じゃあ練習を始めるよ。はじめはお手並み拝見ということで、15秒間で男性が何人通り過ぎたか数えてもらおうかな。通り過ぎる男の数か。やってみるぜ。へえ。マジか。ありがとう。
ありがとう。ありがとう春日君、完璧だね。それじゃあ今日の謝礼だよ。それにしてもずいぶんにぎやかで指が疲れたぜ。この辺りは昔からいろんな人が行き交うからね、数えるのは大変だがなかなか面白いだろう。だから私はここの交通量調査が好きなんだ。今までは気にしたことなかったけど、よく見ると面白い街だよな。それにしても春日君、驚いたよ。まさかこんなに早く成長するとは。ミスター交通量調査の教え方がうまかったんじゃねえか。ありがたいね。どうやら私の目は確かだったようだ。春日君がいれば安心して引退できるな。何言ってんだよ道野のおっさん、まだまだ現役だろ。それがね、私の腕はただの腱鞘炎じゃないようなんだ。え、どういうことだよ。痛みと腫れだけじゃなくてね、しびれも取れなくて、もう数取り機を使うのはやめろとお医者さんから止められてしまったんだ。そんな。何、心配はいらないよ。これからは現場リーダーとして下の世代に仕事を教えていきたいんだ。春日君、交通量調査をやってみてどう思ったかね。え、それはまあ地味なのに意外と難しくて、気づいたらムキになっちまってたかな。そうだろう。地味で地道な仕事なんだよ。でも毎日こうやって数取り機を押すことで少しずつ景観が変わっていくのを見ると胸が熱くなるんだ。だからこれからは自分が楽しんだ分、後継者にこの面白みを伝えられたらいいなと思ってるんだよ。じゃあ俺がその第一号ってわけか。そういうことになるね。私が困っている時に助けてくれて春日君には本当に感謝してるよ。こっちこそいいバイトさせてもらったぜ。後継者って言われるには荷が重すぎるけどよ。そうだ春日君、これを。それは私の意志を継ぐ者に渡そうと思っていた私のお古なんだ。意志を継ぐ？何、重く捉えなくてもいいさ。
春日くんは生徒第一号ってことで、その記念品だよ。そうなのか。じゃあ遠慮なく受け取っとくぜ。もし私が若者の監修ができなくなったら、その時は仕事を引き継いでもらうかもしれないけどね。え？おっと、急用を思い出した。おい待てよおっさん、この仕事を継ぐ気はねえぞ。うん？なんだって？それじゃバイビー。行っちまった。ったく、なんだってんだよ。だが交通量調査員、なかなか深い仕事だぜ。こういう地味な仕事がこの町を支えてるのかもな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。